この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。パパ、お仕事か。行くか、釣り。本当？あれ、竿は？任せなさい。みんなの釣りを大応援。釣りが大好き。フィッシングユー。餌忘れた。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。フィッシングポイントをご覧の皆さん、おはようございます。今回は兵庫県明石の丸松のりあいせんさんにて、明石といえばタコということで、美味しいタコを狙ってきますよ。さあ、今回はタコ釣りということで明石までやってまいりました。早速ゲストの方を紹介しましょう。和田さんです。はい、おはようございます。おはようございます。ご無沙汰しております。ご無沙汰です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はですね、明石でのタコ釣りなんですけれども、はいはい、明石最近どうでしょう。今年はね、やっぱりちょっと出だしも遅かったのと、はい、数もね、ちょっと今のところ少ないですけど、はい、まあそれなりには釣れると思うんで、うんうん、まあ、じっくりね、当たりを取って、はい、しっかり合わせて、うん、いろいろ、まあね、タコスミ族の新色とか使いながら頑張りましょうか。はい、やっぱり新色もたくさん出るということで、私も楽しみにやってきましたので、はい、明石を堪能したいと思います。はい、よろしくお願いします。午前5時、いざ出船です。本州と淡路島を結ぶ世界最長の吊り橋、明石海峡大橋の雄大さに目を奪われながらポイントへと向かいました。ファーストポイントをついたんですけども、はい、ここはちょっと浅いということで。そうですね、ここはちょっとまだ出てすぐ近所のところで、比較的浅いところですね。はいはい、早速では釣り方を教えていただきながらスタートしていただきたいんですが、はい、まあ、あの浅いところはね、はい、ちょっと気持ち投げるぐらいで、はい、今ちょっとこう竿が下に入ってく、仕掛けが下に入ってく感じですよね。下に入ってくるっていうことはね、気持ちこっちに、うん、こう返ってくる方なんで、投げて、はい、で動かして、糸ふけをきっちり取って自分の方へ返してくる。逆に言うと船が仕掛けの方に近づいていってるって感じ、ね、なるほど。あんまりこう待つ時間は長くなくてもいいんですか。うん、いいです。動かして止めて当たりを竿先で聞いて、うんうん、これがね、硬い竿やったら、はい、当たりをこうやって聞くっていうことができずに重りが浮いちゃうんで、あ、なるほど。まあ、この竿はね、そういうところが重りを浮かさずに聞けるっていう、うん、あ、なるほど。この時なんか違和感があったら、違和感があったらこっからあのちょっともたっとしてきたらタコかも分からへんので、うん、その時はいきなり合わせるんじゃなくて、こう巻いていって、はい、もう一回確認ですね。もう一回聞いて、はい、これがタコやったらさらに下げていって合わせるっていう、ね、っていうその連続ですね。はい、まあ、割と下の方まで入ってきたら、はい、このまま出しちゃうと向こうとお祭りするんで、うんうんうん、なるべく真下でとどめて、はい、ちょっと強く動かしたり、はい、止めて引いたり、これ今ほらちょっとグーッと、ちょっとこう怪しい感じ、怪しい感じなんですよ、はい、これ下げていって、お、これ来ました。いや、すごい、さすがですね、さすが。これはね、まぐれみたいな話ですけど、いやいやいや、まあまあ、お見事です。まあ、今ね、穂先見てもらって分かったと思います。はい、分かりました。もう持たれてる感じが、あんな感じでぐーっともたれていって、うんうん、はい、だからみんないきなりもう急にパッと合わせる人が多いんで、ね、しっかりこう心に余裕を持ちながら、そうそうそう、ちょっと喋りながらで、そうですね、全然いいと思います。はい、こちら新色ですよね。ね、これがね、おんぶの白い方がね、はい、おんぶの新色グローですね、ホワイトグロー。バッチリ、最先です。はい、良かったです。早速本命タコをキャッチ。こういうネットがあるのもまたね、そう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 、便利アイテムですよね。うん、じゃあ私ももう早速いいタコ見せていただいたんで続きたいと思います。竿は、タコスミ族さんのエビタコライト190ですね、ピンク。新色のこっちが鯉のぼりグリーンですね。でこっちのおんぶが先ほど和田さんが使われてたのと一緒のグロー、おんぶです。こちらの2つで行ってみたいと思います。まずは投げる。どうしよう。
かして動かしての後でしたよね、さっきもね、うん、動かして動かして動かしたらこっちに戻ってきて糸ふげが出るんで、それをちょっと糸ふげ取って取って、また自分のえぎを目立たせるのって何かあるんですかね。ね、やっぱり動かし方、早く動かして目立たして、うん、止めて、はい、抱かせる間を作るっていう。これ動かしっぱなしやと多分みんな当たりは分かってないんですよ、はい、あ、なるほどね、乗ってたとしてもまた動かして動かしてしまうと、はい、セカンドでやっぱちょっと雑音が出すぎて、はい、過去の細かい当たりが分かりにくい。なるほど、まあ、たまに止めてあげるっていうことを。そうですね、止めも大事。ここも5位、ここも5位。タコもこう追いかけてきたりしますか？追いかけても来ます。おとか、まあ、落ちてきてるやつに落ちてきてるやつをパーッと寄ってきたりとかっていうこともあります。そんなに動かしすぎなくてもいいけど、たまにまあちょっとガチャガチャと動かしてあげて、ガチャガチャと、なるべくもう重りを浮かさないことが大事なんですね。特に当たりがタコが触ってきたら浮かさないっていうことが重要。これ浮かした状態で誘ってもタコは近寄ってくる、うん、あんまり浮いたらあかんけどね、はい、気持ち重り1個分ぐらいで浮いてる分にはタコも全然近寄ってきて触るけど、はい、その重りが浮いてる状態から合わせてしまうと絶対にこうやってもうかかりにくいから、だから触ってるな、気持ち重りが浮いてるぐらいの時に触ってるなと思ったらその重りをそーっと置いてあげる。あ、そしたら全体にガバッと立ってたら、なるほど、そこからもう一回当たりを聞いてしっかり合わせに、はい、全然乗ってるかながないんですよ。最盛期になってきたら掘って返してきてる間に大体乗る、これ今はそういう感じなんで、さっき釣れたもちょっとこう入り気味で釣れたり、最近の特徴はそんなに、どっちか言ったらあんまりこの間で釣れない、それだけやっぱりタコの密度があんまりないから。あ、なるほどね。大塩さんにヒット。おおどっちか、はい、やっぱりあの小さいのはなるべく、ね、あのリリースしてあげてどんどん大きくなるように。それでもまずは釣られたんで、いっぱいいいし抱いてたのにね。バイバイ。新子サイズはリリースしてあげましょう。何はともあれ大塩さんも本命キャッチ、私も続くぞ。動かしてる時にちょっと浮いててもいいけど、はい、その時にどれだけ浮いてるかってある程度分かっとかへんかったら、これだけ浮いてるかこれだけ浮いてるかで、そうですよね、だいぶ浮いてたら意味ないですよね。そう。お、もしかしたらこれはどうだ、全然重りでした。今のところ当たりが少ないですが、始まったばかりです。まだまだこれからですよ。和田さんにもらったやつを着てよ。これだ、秘密兵器をつけるぞ。和田さんからもいただいたワンもつけたいと思います。アピールだ、これはもうアピール力満載ですね。ですね。まあ色と動きと匂いとね、はい、おー、いい匂いがする。ちょっとやっぱ厚みがあるから、はい、あのこれ単体やったらすぐ外れやすいから。なるほど。チューニング中です。これで外れないですか。はい、いい感じになりました。これがもうふわ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 してアピールになる。これが今年の新作ですか。これ新作ですね。まあ、ちょっとワダムシっていうふざけたもらったな。竿を叩くように動かして誘って誘ってタコにアピール。
ワダムシをセットしてさらにアピール力もアップになっているはず。しかし今週は時間がもう少なくなってきました。パート2では私も釣れるでしょうか。ついに来ましたよ。続きはパート2にてお楽しみに。フィッシングユー鈴鹿店から、鈴鹿周辺でマゴチ62センチまでを4匹の超過、ただいまビッグサマーセールを開催中。他にもお子様に大人気の企画フィッシングユーお魚マラソンや中古買取アップキャンペーン、さらに税込み3000円以上お買い上げに、数量限定で女性お子様連れのお客様に花火のプレゼントなども実施中です。中津浜クロちゃん渡船から、杉本さんチヌ43センチまでを3枚の超過、瀬尾さんチヌ41センチまでを3枚キャッチ、ボンノさん平場でハマチを釣られました。イカダも遊魚船もどちらもご利用くださいね。的屋有岡渡船から、大型のクロダイまだまだ上がっていますよ。型狙いはもちろんクロダイの数釣りも狙ってくださいね。両型のヒラメも混ざっていますよ。クロダイ狙いに五目釣りどちらも楽しめます。南伊勢内瀬釣りセンターから、橋爪さんクロダイ52センチまでを10枚と品種も混ざりました。立道さんクロダイキビレ30センチまでを26枚の超過、森本さんクロダイ25センチ前後を20枚ゲット。海上釣り堀も面白いですよ。月間プレゼント、釣り券よりウルトラフレキシブルイソハリスのセットを3名の方に、フィッシングユーよりハトサビキセットを1名の方に、明豊化学工業よりランガンシステムボックス VS7080N を1名の方に、 N テックマリンよりレンタルボート1日無料券を1名の方に、ご希望の商品とご意見感想を添えてお寄せください。バケットマウスを進化させるオプションパーツがさらに充実。バケットマウスを持ってフィールドへ出かけよう。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。